今日は10月19日日曜日、石工の運動公園にやってまいりました。今日は石工未来エコフェスタ第7回に来ています。いろんなこと挑戦していきます。行ってきます。はい、これからカズちゃんが自転車で発電に挑戦します。何？ LED 電球が 60W、 扇風機はそれよりも低いんだね。うーん、さあ、32インチの液晶テレビ頑張りますよ。頑張ります。ね、みんな小さい、そう頑張ってる。ファイト、久しぶりにドキドキ。おー、テレビついた。カズちゃんどうですか今の、どんな感じ？カズちゃんどうした？カズちゃん、カズちゃんもっと本気で。テレビついて、おーすごい。電気のテレビがついてます。おー、テレビが、カズちゃん、カズちゃんテレビ消えた、テレビ消えたよ。早く早く頑張って。カズちゃん、ありがとうございました。カズちゃんどうでしたか？無駄遣いやめましょう。はい、電気は大切に、有限の資源です。頑張りましょう。ちょっとトイレ行きたい。トイレの電気もつけてください。あ、マジか。あれ、あれ明らかに遅くなってるよ。ごめんなさい。やっぱり元気は無駄遣いでしょ。ダメダメ、ね、節電しましょう。節電しましょう。本当にエコエコで行きましょう。それ行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。お、カズちゃんもおんの？おる。カズちゃん、チャンミオ折りに挑戦。黄色と茶色ください。黄色と茶色、チャンミオ、チャンミオ黄色と茶色、はい、折り紙ちょっとできるかどうか、ちょっと、はい、これでーす。また？カズちゃんも挑戦頑張ります。はい。交互期待。おーほーい。お、できた。完成？いいかな、これで。完成しました。じゃあ見せてください。チャンミ折り紙です。おー、できた。ウキウキハッピー。じゃあ本人に渡したいと思います。はい、ルカちゃんバージョンです。こっちがルカちゃんバージョン。イエイ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 。ありがとうございました。チャンミエの折り紙を挑戦しました。自転車もこれで電気を発電しましたよ。来年の第8回牛久未来エコフェスタにも遊びに行きたいと思います。それではまた。私嘘でしょ、まさかの断られるってあるの、いらないって断られまくってんな。断られましたね。お前ども逃げません。また来年の第8回。無理だろそれ、エンディング繋がんねえよそれ。それ絶対みんなで繋げよう。